ゲームキャトル。おはよう、こんにちは、こんばんは。僕の異次元空間へようこそ。ネグダコンタクティー。今回は久しぶりに開封動画をやっていきます。今日ね、コンビニにたまたま寄ってですね、別の用事だったんですけど、はい、その時にこのテノリフレンズ8をね、偶然見かけまして、全て揃っておりましたので購入してきました。でね、前回テノリフレンズ6ね、今左側に並んでいるんですが、はい、そちらの開封動画を撮っていたので、このテノリフレンズ8もね、開封していこうかなと思って撮っております。というわけで今ね、とりあえず、どうだ、1ケースに12個入り、ちょっと書いてあるね、1ケースに12個入りだったんですけれども、ダブリは別にいらないなと思って、10種類購入してきてですね、左手前から1,2,3,4,5で6,7,8,9,10となっております。なので1番からね、1つずつ開封していきたいと思います。はい、というわけで並べられないといけないので、こいつはとりあえずずらしますね。はい、ずらします。はい、というわけで、1つ目ですね。はい、こちら、はい、リクガメですね。これね、パッケージ見た感じ、このリクガメが一番、リアルなんじゃないの？思ってます。前回ね、めちゃくちゃ開け方が雑だったんで、こういったものを用意しました。なので、早速開けていきましょう。切っちゃったらあれかな？まあ別にいいか。ね、うまく切れるかな？よっ。切れました。はい、では早速中身を見ていきましょう。はい、よっ、おっ、あ、すごいね。あ、でもどうなんだろう、パッケージに比べると若干色薄いかなと思われるんですが、どうでしょうか。では開けますね。よいしょ。はい、こちら、リクガメですね。どうですか。いや、かわいいじゃん、いいじゃんね、よくできてる、造形もね、よくできてる。では ここにね、ここから並べていきますね。はい、では2個目、こちら、レオパード月光ハイイエローですね。おそらくテノリフレンズ6のね、この3体、この3体、これとこれとこれと造形は一緒なんじゃないかなね、バージョン違いだと思います。ではこちらも開封していきます。はい、よいしょ。あ、いいね、綺麗にカットできてるんじゃないですか。はい、ではこちらですね。あ、そうだね、やっぱり造形一緒なんじゃないかな、後でちょっと見比べてみたいと思いますね。はい、ではカットして画面を取り出していきましょう。よいしょ。はい、こちらです。この柄がどうなんだろう、レオパード月光としては
割とスタンダードなのかな、よく見ますよね、うん、まあ、造形は一緒です。ちょっと見比べてみましょうかね。一緒ですね。サイズ感なのかも全く一緒です。ではレオパードゲッコハイイエローでした。まあ、まあ、手前にちょっと置いておきます。はい、次これもちょっと気になってましたね。はい、じゃん、3番メガネカイマンですね。メガネカイマン、これもパッケージで見る感じだととてもあの、ね、出来がいいような感じがしますよね。はい、ではこちらも開封していきます。あ、なんかやっぱりねパッケージに比べると若干色が薄いかな。でもかなり造形は細かい感じがします。はい、じゃあこちらも開けましょう。よっ、はいはい、おー、いいね。うん、かわいいじゃないですか。サイズ感はどうなんだろう。カイマン、メガネカイマン、子供はこれくらいのサイズなんですかね。なわけないか、もうちょっと大きいのかな。なかなかかわいくできてます。ちょっと歯あたりがね、歯あたりが同じ色になっちゃってるんで見づらくなってますが、こちらに置いておきますね。はい、次、ほい、4番、アマガエルですね。あの、膨らんでます。あ、そうだね、ラインナップもこうなってます。はい、今更ですが、リクガメ、レオパードゲッコ、メガネカイマン、アマガエル、ボールパイソン、マルメタピオカガエル、マルメタピオカガエルかな、ね、はい、で、フトアゴ、ヒゲトカゲ、ハイポゼロと、フトアゴ、ヒゲトカゲ、レッド、で、ヒルヤモリ、カラフルなヒルヤモリと、ウーパールーパーですね。ウーパールーパー前回もあったんだけど、どうなんでしょう、色的には。うん、カラー違いなのかな。アマガエルちゃん、普通バージョン欲しいね。普通のね、膨らんでいないバージョンもちょっと見てみたいですね。今後出るかもしれない。っていうか、もしかしたら出てるのかな、わからないけど。はい、では、はい、こちらです。じゃん、もうだいぶ光の加減なんかね、色がだいぶ薄く感じるのは光の加減かな。も開けていきます。よっ、はいはい、あー、いいね、目がいいね。で、この膨らんでる部分がこうちょっと透き通ってる、わかるかな。光の加減じゃわからないかもしれないけど、でわからないかもしれないけど、このね、前回のウーパールーパーと同じような素材で作られた、若干こう透き通ってる感じですね。うん、あ、かわいいね。アマガエルはこんなでかくないよね。うん。まあ、でも、うん、手乗りフレンズのサイズ感としては、いいんじゃないですか。ね。かわいいかわいい。はい。というわけで、アマガエルでした。はい、次。これもね、ちょっと気になってたんですよ。じゃん。はい。5番。ボールパイソン。ね、これかわいいよ、きっと。トグロ巻いててね。うん、これかわいいと思う。はい、これはどうなんだろう、塗装どうなってんですかね。はい、では開けていきます。よいしょ、はい、あ、どうやって入ってんのかな。よいしょ、あ、いいじゃない。あ、かわいいかわいい。あ、めちゃめちゃいいね。頭の形とかめちゃくちゃ造形いいじゃん。これはさっさと開けてみてみたい。
はい、これ気になってたんですよ一番。はい、はい、どうですか。ボールパイソンです。あー、いいね、かわいいね。これ頭の形めちゃくちゃいいじゃん。いいですね。はい、色も綺麗で、これちょっとなんだろう、色地のバージョンもちょっと欲しいな。次回ぐらい出てきてくれないかな。はい、よいしょ。というわけでボールパイソンでした。はい、次は6番、ドン。はい、丸めタピオカガエル。ブッサイクだけどねまあこいつみたいにね、ね、実物もしかしたら可愛いかもしれない、まあ、こいつは見た目から可愛いけどね、パッケージから可愛かったけど、はい、というわけで、はい、ちょっと、はい、丸めタピオカガエル、こちら開けていきましょう。よっ、これ出しょ、よっ、丸めタピオカガエル、よっ、はい、あーねいや、いいんじゃない、かわいいんじゃない、うん、パッケージよりやっぱり実物の方がかわいいかな、ね、はいはい、丸めタピオカガエル、あーいいじゃん、かわいいかわいい、全然かわいい。あー、なんかこの塗装の感じとかめちゃくちゃいいね。なんか、これ取れてない？大丈夫？そういうもの？どうなんだろう？なんかあんまり擦ると取れちゃいそうな気がするけど、あんまりちょっと触らないでおくか、うん、気になるから触っちゃうな、うん、光の加減かな？まあいいよ、そのことはいいよ。だってね、なんで商品レビューだから一応見行った方がいいのか？なんかちょっと気になる、あんま触らん方がいいかもしれないね。もしかしたら塗装が剥がれてしまうかもしれない。でも指についてないから大丈夫かな、うん、はい、丸めタピオカガエルちゃんでしたね、はい、今回そういえば10種類なんだよね。10種類、はい、前回11種類だったかな、ね、はい、というわけで次ドン、はい、7番、太あごひげトカゲハイポゼロ。これは前回いなかったやつだね。これもね、新しい種類です。では早速開けていきましょう。よっ、よいしょ、はい、はい、こちらです。あ、いいよ、なかなかいいですよ。うん、やっぱねパッケージからじゃ分かりづらいところあるよね。なんかもしかしてジャッジかなとかって思ってたんだけど、結構いい感じですね。造形めちゃめちゃいいです。うん、めちゃくちゃいい。分かるかな。ものすごく細かく彫り込まれてます。鱗とかね。フトアゴヒゲトカゲハイポゼロでした。こちらですね、はい、ではだんだん見づらくなってきてるかな、はい、では次、じゃん、8番、太あごひげトカゲのレッド。こっちの方がまあどうやって分かんないな、ね、実物にするとね、色が薄かったりするんで、このままの色だったら白よりいいかも。切りづらかったな、はい、こちらですね。あ、やっぱりなんか色がちょっとパッケージに比べると薄いというかかな、はい、こちらも開けていきます。よいしょ、はい、はい、こちらです。太あごひげトカゲのちょっとレッドですね。うん、ああいいよいいよ。ああ若干やっぱり薄く感じるというか明るく感じますけどね。まあ、造形は白と一緒なんで、ハイポゼロと一緒なんで、そこに色が乗ったって感じですね。うん、いやいいね、可愛いね、今回も可愛いです。どれもね。
はい、次ダン。はい、9番ヒルヤモリ、カラフルなヒルヤモリちゃんです。これこの種類は僕はちょっと初めて見ましたね。さあ商品になると一体どのような見栄えになるんでしょうか。あ、さっき切る方向間違えたから切りづらかったんだよっ。はい、ヒルトカゲちゃんいきます。はい、ドンよっ。はい、切ると、あー、きれいきれい。おー、これもね、かなり細かいですよ。かなり細かい。うん。開けていきます。これもかなり細かいな。よっ。はい。ヒルトカゲちゃん。いや、ちっちゃい、ヒルヤモリちゃん。いいね。めちゃめちゃきれい。うん、いやー、日本とか、日本ヤモリいつ来てくれるかな。日本ヤモリ欲しいな。前回と今回とね、出ませんでした。日本ヤモリちゃん。はい。こちらが、ヒルヤモリですね。毒持ってんのかな、まあ、ちょっと毒々しい感じがしますけれども。はい。はい。というわけで、はい、ついに最後ですね。10番。天のりフレンズ8の最後。10番。はい。ウーパールーパー。前回の11番も確かウーパールーパーだったと思います。はい、今回はどんな色をしてるんでしょうか。全く一緒かな。たまにね、なんか、一緒のようなやつ、入ってたりするんだよね。いや、そんなにガチ勢じゃないからさ。もしかしたら、細かい違いはあったのかもしれない。他の種類だね。というわけで。ウーパールーパー、ドン。あ、一緒じゃないのかな。一緒じゃない？どうなんだろう。ちょっと見比べてみようね。うん。見比べてみましょう。乳白色のような感じなんでしょうか。はい。よいしょ。これ人気だったのかな。まあ、でも、前回のとかもな、割と、他のね、売ってる店のリフレンズ6売ってる店とかでね、見てみたりとかしてたんですけど、割とウーパールーパー、ウーパールーパーだけ売れちゃってるお店とかよく多く見かけたんで、まあ、まあ、再販的な感じなんですかね。まあ一応ちょっとこのね、テノリフレンズ6のウーパールーパーと見比べたいと思います。うん。どうですか？違いがないかな？一緒かな？なんかじゃ、まあね、個体差みたいなのは多分あると思うんで、うん、個体差みたいなのはあると思うんで、なんとも言えないけど、若干薄いかなね、これわかる？お腹の色とかね、こっちが6で、こっちが6で、こっちが8なんですけど、うん、若干薄いかな、うん、ちょっとカラーリングやっぱ違うのかもしれない。うん、でもまあボディの色とかは一緒ですね。はい。というわけで、この、テノリフレンズ8のウーパールーパーでした。はい。というわけで、ウーパールーパーちゃんはこちら。はい。というわけでね、全部開封していきました。テノリフレンズ8ですね。次は、またあれかな？どうなの ?7 は何だったんだろう？わからない。この爬虫類系のね、テノリフレンズが発売されたら、開封動画また撮っていこうと思うので、またね、次回のテノリフレンズ開封動画でお会いしましょう。はい。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手はメグでした。また会いに来てね。おつべーだー。またね。バイバイー。